ちょっと発言させていただきますか。あと部屋出てきたから言わせてください。いやいや、ちょっと発言させてください。今の VTR の構成がね、盾と矛ということで日米を、はい、位置づけておりました。これでは日本の自立はね、達成できません。つまりアメリカ国民を守る義務はアメリカ大統領が負っている。でアメリカ大統領は日本国民を守る義務を負っているのか、負っていない。日本国民を守る義務は内閣総理大臣が負っていると。この前提から出発しなければね、日本の自立というものは構築できないなと思います。ですね、僕は実はね、常にアメリカはそこらへんの出前ではないと言ってるんですよ。それはね、日本の都合のいい時に望む時にね、出動してくれるそば屋さんじゃないんだけど、あくまでもアメリカの国益に乗っとった時にしか動かない。私は自衛隊にいてね、35年間日米安保で米軍と訓練してきたわけですよね。35年間いてですよ、アメリカの兵隊が日本のために死んでくれるはずがないんですよ。こんなことは当たり前ですよ。こんなことはなぜならば日本の自衛隊がアメリカのために死のうと思わないからですよ。それはね、35年間アメリカは必ず日本を守ってくれる、我々は信じてきたんですよね。自分に言い聞かせてきたとき信じてもいないんですよ。だけど盾と矛だってね、矛だってこう、日本は確かに矛なんですよ。これはやらないわけですから。だけど矛だって傷つくんですよ。盾も傷つくんだけど、今の自衛隊は傷もつかないわけですよ。その後ろに引いていてね、今回のタイトル特捜だって海の上で油をタダで売ってるわけでしょ、上げてるわけですよ。仕方ない。日本が後ろにいるんですよ。だから盾の矛の関係にもなってない。はい、上田さん。はい、鹿田さんも非常に正直に言ってくれたんですがね、そこポイントなんですよ。私が懐かしい映画出ましたけどね、中曽根さんが日米安全保障条約が二国間軍事同盟だ、初めてあそこで言ったんです。あそこから始まったんです。あの中曽根さんが国会で明らかにしたように、日本は不沈空母だ、アメリカとソ連とは戦うときにその前に最前線に弓のようにですね、日本列島が不沈空母にあるんだ、これを盾になって、そしてその後ろからつくのが盾と国の関係なんてやって、日本を守るためじゃないんですよ。この世野さんも言われたこともその通りだが、アメリカがですね、日本のために血を流すなんてことは国際条例としてもありえないわけです。それがしかももう一つですね、もう一つそんなのね、もう一つ、じゃあもう一つだけ、ね、簡潔にやんなさいよ。我慢して聞いてんだから、うんうん、アメリカが助けてくれるというのは盾と矛という昔の構造の中ではもう考えられないことがはっきりしたよってことが今の問題です。ね、上田さんね、さっきあなたね、空中給油機のことをやったけども、例えば本来その空中給油で長い時間飛べる飛行機を短い時間しか飛べなくさせたのは社会党なんですよね。そうでしょ。でようやくそれが20年ぶりにできるようになったってことは喜ばしいことなんですよ。性能があるのに性能を制限してしか使えない。例えばアメリカがですね、日本が何かあった時アメリカが助けてくれないとするならば、日本が自ら守ろうとすることをしなくてどうして国が守れるんですか。全然できるわけならないんです。それをですね、ね、あれがやっちゃいかん、歴史のね、歪曲ですよ。そんなことありませんよ。あなたの言うことでは歪曲だから、ね、日本の国民をね、これほど逮捕させたのはね、社会党なんですよ、地域の。そしてもう一つ言えばね、もう一つ言えば社会党ではなくて問題でもね、田中角栄さんですよ。宮根さん、頭から湯気出てる。いやいや、まあ湯気出てこの番組はオライブスポンサーの提供でお送りします。ラジオ時代の流れですか、犯罪じゃないんですか、ラジオ手段ではないんですか。今日が隠したいかんよ、今日何が今度は悪いとんだよ。あの法律は何でも立場で的なことだけ言って済むと思ったら全然仕事できないの。デタラメなことを言っちゃいけません。当時の社会党がどんなに頑張ったって、当時は田中角栄さんの全盛期ですよ。何だってやろうと思ったらできるんですよ。そんなことありませんよ。そんなことはないです。一か月間もね、今の社民党は見る限りもないんですね。軍事費を増やしてすることもできたじゃないですか。反対しなかったんですか、ね、反対しました。キャラ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 しながらやったんですよ。本当に。止めたのは、社会党がなんか言うんじゃな
専守防衛のあり方としてはこれはいけない、うん、判断をしたのは時の総理ですよ。あなたが思考なかったら止まらないじゃないですか。もう落選した時から思考停止しようようだね。そういうふうに私はね、歴史を戻らないじゃないですか。経営機に反対してたことは確かなんでしょ。そうですよ。それはなぜそうなったかといえば、憲法の理解もあり、国民の世論としても非武装中立だったんでしょ。そうですよ。現在の北朝鮮に舐められるようなことも非常に大きな原因は社会党にも責任があるんですよ。それが時代の流れでしょう。それはただ全て今の外務大臣と同じだ。ラジは時代の流れですか。そんな歴史ですか。してしまうような短絡しラジは歴史の流れですか。歴史の流れじゃないですか。じゃああんた今の日本の外務大臣と同じだ。何言ってるんですか。何言ってるんですか。そうだよ。こういうデタラメラジは話じゃないんですか。これは与党のおごりだ。ラジはテロではないんですか。なんで歴史の流れだ。新聞記者でしょ。新聞記者から僕聞いてんだ。10年前、20年前の世論はどうでした。NHK のね、労働組合の委員長とは違うんだよ、私は。みんなで上田さん指さすのやめてください。俺の方との話だったんだ。あなたこそね、卑怯だよ、卑怯いかんよ。言ってんの、今頃。卑怯。何が、なぜあなたその時そういう報道しなかった。じゃあ、上田さん、あなた言ったのは、じゃあ、あなた、それを言わないから。ゆきさんは上田さんとおしゃべりになりたいんです。米田さんは乙武さんと話したくて。なんか、落語してるんじゃないかって。お願いしますよ。ちょっとね、俺は誰とも話したくない。今日一番知的に見えるんですよ。すごい。え、たけしさんは誰と話したい？ちょっともうちょっとやってもらわなきゃダメなの。せっかくあれだから。お互いはね、NHK の朗読メイトがあんた、来てじゃねえかって言われちゃったんだから。そんなもの引っ張り出すことないですよ。社会党の持ったようなその幻想的平和主義ね。つまり相手が独裁者であって、どういう思考形態があるかもわからないのに、揉み出をしてね、話し合い話し合い、いつでその二次利用しました。物語が解決するということが、使う評論家ダメだね。その言葉は日本のその北朝鮮のあれを非常に悪くしたわけですよ。で、そういうことに対するいささかの反省もなしにね、強弁するっていうのは、私は上田哲人は元は親友だったけどね。昔はそうなんだ。昔は間違いがあったのは十分反省しますよ。だから反省することは先に言ってくれなきゃダメだ。ね、それを共鳴していいから、私のことを卑怯者呼ばわりするとはどうなの。あ、卑怯者に反応しちゃった。卑怯者に反応しちゃった。謝りましょう、卑怯者について。そういうことを言ったんじゃ俺勘弁ならない。